皆さんこんにちは、森崎アリスです。はい、昨日の動画に続いて何の動画を撮ろうかなとずっと考えていたんですけれども、まあ毎日更新っていうのを掲げていたわけではないんですけれども、私が出したい時に出したいものを出して、なんか休む時は休んでという感じで、これからもやっていきたいなと思っております。本当にいろんな方からのコメントをいただいて、本来だったら私が一番先にコメントの一番上に書かなければいけなかったんですけれども、ちょっと私機能があんまりよく分かってなくてですね、パソコンの予約のところからどうコメントをするのかっていうのが分からなくて、で仕事に行ってしまったので、ご挨拶としてコメント欄にコメント書けなくてちょっと申し訳なかったです。そうですね、あの動画では本当に言ってなかったことがまだまだたくさんあるんですけれども、もう言ったら本当にたくさんキリがないし、でもそうですね、いじめられてるのはまあ本当に日本からっていうか、まあ、世界から本当にいじめっていうのはなくならないと思うので、全然そういう相談、相談も、全然そういう相談もこれからも受け付けてというか、向き合って私はお話をしていきたいなと思いますし、それは今の、この登録者さんの人数だからこう、まあ、見つけやすいっていうのもあると思うんですけど、でもこれは登録者さんが増えても減ってもそれは私のスタンスは変わらないし、私の本質は変わらないので、と本当に真正面からそうですね、問題に関してはぶつかってちゃんと質問にはお答えしたいなと思います。この通り元気です。私は本当に元気で、いつも、多分ねすごい強い人間だなとか思ってくれていた子もいると思うんですけど、私は正直本当に、まあ昔から言ってはいるんですけど、本当に多分本当に普通の人間より弱い人間なので、やっぱりその昨日の動画の件もありますけど、やっぱりそういう経験しかしてきていない人なので、やっぱり人よりナイーブだし、だからといって別にそのネガティブさをこう隠しているわけではないんですね。全然絡む人にはもう今日病んでるんすよとか言うし、もう本当に疲れました今日とかって言うし、全然隠してはなかったんですけど、やっぱり動画で発表するのか、発表っていうかまあね、こういう風に言うのか言わないのかっていうのはやっぱり、ずっと残ってしまうことだから、それはどうなんのかなと、それこそ大人としてそれを残しておくべきなのかすごく悩んだんですけど、でも今きっとそういうことで悩んでる子、多分本当に当時の私よりかたくさんいると思うんですよ。年々いじめとかそういう学校問題とかって増えてきてるから、それはね本当になくならないことだとは思うし、どんだけいい先生に巡り会えても、どんだけいい友達がいても、多分ね本当にずっとなくならないものはいじめだなって思うから、なんかそれはその前回の動画でも言ったんですけど、なんかいじめだと思ったらいじめだし、なんかやっぱりね、要は自分が傷ついたら、相手が傷ついたらいじめだし、だから私もいじめられましたって言ってるけど、本当にあいつにいじめられたんだって思ってる子もいっぱいいると思うし、私が分からないところ、気づかないところで傷つけてしまってる人もいるかもしれないし、だからいじめは自分が知らないところでも分からないところでも、なんかこう、なんていうのかな、生まれてるというか、知らないところでこう、こうなんていうの、出てきちゃってるとかもあると思うんですよ。自分に本当に悪気がなくてふざけてやっただけだったんだけどとか、そういうのはね小中学校とかは特にあると思うんですけど、でもなんか私はそれで心理学を勉強しようと思って、いろいろなんか
まあ、心理の勉強とかをさせてもらって、人間とのコミュニケーションとかをどう取っていこうとか、人間との関わり方とかの勉強を私なりにして勉強をして、でもそれはあれなんですよ、なんで私が昨日の動画にしたかというと、教科書には載っていないものっていうのは必ずあるものなので、経験しないとわからないことだったり、動画でこう聞かないとわからないことだったりとかもあるし、で私はなんだろう、そういうのを経験してから教科書で勉強した人だから、なんかね、ああこういう理論だったんだなとか、こういうので脳が働いたんだなとか、だからネガティブになったりポジティブになったり、人間の思考回路ってこう複雑なんだなとか、なんかいろいろな自分がこう受けたからこそ、この思考回路の勉強だったり看護の勉強だったりとかをしてたんですけど、ああ今こういう状態になってるんだ今の私はっていう風に自分でこう思えるような体制を作ったんですよ。でなんでじゃあ芸能界に入ったのかって、そんなにねもう注目もされたくない、何もしたくないのに、なんで芸能界入ったんですかって言われるんですけど、だからこそ入りました。多分本当にハテナがいっぱい浮かぶ人はいるかもしれないんですけど、見られたくないからこそ、目立ちたくないからこそ、でもピンクが好きでフリフリが好きで、それはありのままの自分なので、それはやっぱりなんだろう、目立ちたくないでもピンクが好きってなったら、こっちの方が勝っちゃうに決まっちゃうじゃないですか。もうだってピンクって言ったらさ、もう一番明るい色だから、愛の色なのでやっぱりね、ダークな色だったりとかはそんなに目立たないし、でもそんな愛の色を選んでしまったからにはもう目立っちゃうのが当たり前だから、もう仕方ないじゃないですか。でもそれが好きなのが私だし、もうだったらそれはもうそれは自分だから、逆にそれで自分を曲げてまでそんなね、なんか別に公務員になろうとも思わなかったし、うちのみんな警察官なんですけど、うん、だからなんかいや警察官そうかならなきゃかなとか思った時期もあったんですよ。事件って聞こえた時期もあったんですね。そうなんですけど、でも結局、うん、ならずに、まあ看護の勉強しかしてなくて、何の勉強もせず看護と心理をちょいちょいかじった程度で終わってしまったんですけれども、今でも実は心理カウンセラーの資格を取ろうかなとは思ってます。やっぱりそういう風に悩んでいる子だったりとか、そうですね、あの時の私の気持ちはあの時にしか感じえないことだし、でもあの時の感情がまだ残っている自分もいるんですね。まあ、珍しいケースなのかわからないんですけど、なんだろう、まあ心が本当に15、6のまま止まってるというか、うん、なんか辛さ、まあ多分それは辛さを乗り越えてないからだと思うんですけど、でもそれがあるからこそ多分相談に乗れたりとか、まあ経験があるからこそ言えることもあると思うので、なんかそういう資格とかは取ろうかなってずっと思ってるんですけど、なかなか時間がなくてできてなくてですね、まあいくつかの国家資格っていうか、まあ、本当にメンタル関係なくですね、著作権とかそっち系のですけど持ってはいるんですけど、でもなんかやっぱり自分のやりたいことは人を助けることとか、人を楽しませることだったり、人に笑顔になってもらうことがすごく私は、自分の生きてる中で生きがいを感じる瞬間だったりもするので、やっぱり YouTube だったりそういう、まあ YouTube 外のね、例えば、まあ、YouTube を見てくれている人が街中で私を見つけましたってこう話しかけてくれるのとかも、むしろ私が話しかけちゃうぐらい、なんかあーみたいな感じで言っちゃうぐらい、私は、まあ、すごい私の中で人生最大の矛盾点だと自分で言っていることがあって、人間のことがすごく嫌いで人間のことがすごく好きな人なんだなって自分で思ってます。なんかそれはねすごいね説明しにくいんですけどね、やっぱりすごい怖いです。人間は怖い生き物だと思ってます。でも話すのがすごく好きで、
なんかそうですね、人が好きでこういうお仕事をしてて、いろんな方とお話をする機会があって、うん、なんかキラキラとやっぱり輝けてる自分もいるので、ごめんね、さっきからお腹のすごいなっちゃう。はい、なので、うん、なんて言うんだろうな、まあ私言葉が本当にね、足らないので、言葉足らずだから、ちょっと本当にみんなに伝えたいことはたくさんあるんですけど、でも私は元気です。森崎アリスは元気です。で、もう本当に心が追いつかない時は本当にお休みをさせていただいたりとかね、ちょっとずつマイペースに私は上げていきたいなと思ってます。で、ここまでつらつらと喋ってなんなんですけれども、これからの動画のことについてちょっと喋っていこうかなと思います。最近音フェチが増えてるなと感じてる方もただというか、まあ大半、いると思うんですけれども、私、まあ音フェチ動画の中でも言ってるんですけど、喉がねすごい昔から弱いんですよ。乾燥したりとかストレスだったりとか、もう本当に環境の変化でこうどんどん声がね変わってしまう人なので、なんか自分でも本当の声がどの声なのかわからなくなっちゃうぐらい、カスカスな日もあれば出ない日もあれば、本当に2ヶ月間声出なかった時期もあったんですよ、ストレスで。なので音フェチに関してはささやくっていうのが音フェチなんですよ。よく小声すぎるとかってコメント来るんですけど、それが音フェチなんですよ。ちょっと強い言い方かもしれないですけど、それが音フェチってジャンルなんですね。で、小声すぎる、聞こえないとか、なんかカタカタうるさいって言ってる人いるんですけど、カタカタうるさいに関してはそれは多分マイクのせいです。すみません、ごめんなさい。それは私のマイクの拾いの音が大きすぎるのか、多分設定が悪いのかあれなんですけれども、小声なのはそういうジャンルなので、小声っていうのが音フェチ、むしろささやきぐらい聞こえ、かすかに聞こえるぐらいが音フェチなので、それはご了承いただけたらなと思います。もしそれを、本当に小声すぎて不快だとか、もう無理って思ったら全然見なくていいので、はい、それはもう本当に好みで見ていただけたらなと思います。で、他の動画に関してですね、特殊メイクだったりとか、私がね、特殊メイクをする人っていう概念にとらわれすぎていて、私は特殊メイクの人なんだから特殊メイクをやらなきゃダメだってずっと思ったの。だから音フェチに関しても、例えば商品レビューに関しても、なんかこうねモヤモヤしてるものがあって、みんなのキャラクターを壊すんじゃないかって思ってたんですね。なんですけど、もうチャンネルが別に音フェチチャンネルとか特殊メイクチャンネルとかではなく、もう森崎アリスチャンネルなので、もう自分の好きなようにあげたいなと思います。ラブログに関してなんですけれども、こうちゃんがちょっと本当に忙しい人なので、もともと忙しくて、で夜中に帰ってくる感じだったりとか、でも朝はいたり夜はいたり、ただその夜、朝夜いるんだけども、私が今度夜中仕事っていう時があって、なかなか2人がこう、一緒の家なんですけど合致する時間がなくて、いつも私が撮ってる時にもう寝るっていうタイミングだったりとか、私が仕事に行ってる時にも寝ちゃってたりとかっていうのがあったりするので、なかなかね撮るタイミングがなかったりしてですね、ブログに関しては本当にゆったりと自分たちの余裕がある時に撮れたらなと、はい、思います。あとはなんだ、ダイエットですね。ダイエットの動画に関してはですね、ダイエットはしてます。もうすごい、ね、今ねグーってなってるけど、お腹空いてるわけじゃないんですよ。燃焼してる時にお腹で鳴るので、なんかだからずっと鳴ってるんですけど、でもなぜ燃焼してるのかがわからないんです。顔がね多分すごい明るいと思うんですけど、今日すごく好きなアーティストさんのライブを見させていただいて、で先日もお友達のライブ見に行ったりとか舞台見に行ったりとか、
いろいろリフレッシュ休暇みたいなのをいただいて行ってたんですけど、やっぱりなんか輝いてる友達とかを見ると、なんか私も頑張ろうってすごく思いました。単純な話というか、まあ私が単純なのか、その時だけの気持ちなんですけど、もう本当に行って、でも行かないとやっぱわからないなって思いました。それはみんなからキャーキャー言われるのがいいなとか、そういうのではなく、なんだろう、好きなことを一生懸命まっすぐに貫き通したからこそ、ここに舞台があって、ここにファンの子たち、お客さんがいてっていうのを第三者の目としてこう見てて、なんか、あ、彼らは本当に夢を叶えたんだなっていつも思うんです。ライブとか舞台とか行くとね。でそこから生まれる拍手だったり歓声だったりが、なんかそれはキャーキャー言われたいからとか、もてはやされたいからとかではなくて、それは自分のやってきたことの、なんだろう、結局証明、やってきて自分がこんだけ泣いてこんだけ辛い思いをしてきた結果、正解ってどこなの、正解って何になるのって、こうテストがあるわけじゃないじゃないですか、人生なんて。でも結局勉強にしてもそうだと思うんです。勉強とか、まあ、芸能じゃなくてもね、まあ、YouTube だったらいっぱい上げて毎日毎日更新してたら登録者さんが上がってとか、見てくれる人が増えてっていう成果につながるし、でやっぱりそういう芸能だったりは毎日レッスンして、ボイトレ行って演技の勉強して、ひたすら泣いて、もうなんかもうくじけて、くじけそうになって、でも立て直して、もう私の、僕の夢だから貫き通すっていう、その強い一本の芯がこんなにもの完成を生むんだなってすごく思ったら、なんか私が悩んでることってなんでこんなに大きくしてしまうんだろうって思った自分がいたんですよ。なので、なんか、まあ、本当に単純明快というか、自分でも情けなくなるとこはそこなんですけれども、でも今は本当に今この瞬間は頑張ろうって思って、なので自分でお休みを自分でうまくコントロールをしながら、出すときは出すし、もう出さない日は出せないから出さないしってやっていこうかなって思ってやってます。今この動画もそれを撮ってます。でも3日4日全然止まることとかもあると思うんですけど、でもそんな私でよかったらお付き合いいただけたらなと思います。努力は無駄にならないなっていうのは本当にそれは思った日だったので、この日を忘れないように今日はこの動画を撮りました。なのでお知らせ動画と分けるかちょっとどうしようかなと思ったんですけど、まあそうですね、20何分もお付き合いいただけるかどうかわからないですけれども、はい、今の私の心境とともに、まあ明るさ変わったかなと思うので、今日もでもすっぴんですね、すっぴんなんですけど、エクセも変わったからかな、ちょっと明るく見えるかもしれないんですけど、はい、なので私は元気です、大丈夫です。本当に皆さんの、お声をいただいて、私ももうちょっと涙もろいのであれなんですけど、本当に一個一個一分一分皆さんのもう気持ちをしっかりといただいたので本当にありがとうございます。全然元気です、大丈夫です。本当に皆さんがいるからこそ森崎アリスは成り立っていると、まあ、前の動画でも言ったと思うんですけれども、言ってなかったらごめんなさい、言ってると思うんですけど、でも本当にそれは本当に変わらないです。いつまで経ってもそれは、この11年間変わらなかったことは、それはそれだけはブレていないので、逆に皆さんが一人でもいなかったら、もうゼロ人の状態、私のことを知らないとかゼロ人の状態だったらポキッとすぐに折れてたと思うんですけど、でも今1万6000人の皆さんが見てくれているこのチャンネルだからこそ、こうやって甘えさせていただいて、こんだけ 長文というかね、長時間の撮影をさせていただいているので、本当にそうですね、私も気合を入れないとと思いました。もっとこうチャンネル登録者さんが増えていく可能性もあるかもしれないし、どこで
テレビにまた出させていただけるかもわからないし、ただ自分で自分の可能性を潰すのは良くないと思うので、それは小中高千代みんな本当にだから10代の子から大人までだと思います。大人の人も見てくれてると思うんですけど、私より年上の人も見てくれてると思うんですけど、でもそれだけは本当に、うん、ずっと心にあることなので、大事なことだから忘れずに、みんな一日一日を大事に生きてください。私も一日一日を、森崎アリスとしての一日一日を大事に、これからも仕事も頑張っていこうかなと思いました。はい。で、次の動画の説明なんですけど、次の動画は咀嚼音にしようかなと思ってます。っていうのは、咀嚼音と商品紹介をしようかなと思ったんですけど、商品1個しか買ってきてないので、咀嚼音商品紹介音フェチみたいな感じになっちゃうかな。なので小声になると思いますので、ここまで見てくださった方にしか伝わらないと思うんですけれども、小声でもよければ、また音フェチかよって思うかもしれないですけど、見てやってくださいということで、森崎愛でした。長々とご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼します。